ん？はい。助けて！おい。ああ。なあ。はあ。なるほど。ああ。Huh?
ターザインですよ。あ？アウフヘーベンしてください。頼む。トリベ、見逃してくれ。あ、なあ、おう、師匠。はい。え？なあ、八神さん？ん？よう、幸田さんか。どうしたの？職員室に用事？そろそろ八神さんが来る頃かと思って。え？ニュース見ました。あの三越葉先生のやつです。殺されてたって。八神さんはそのこと前から知ってたんですか？まあね。やっぱりな、だと思ったよ。それで八神さん、三越葉先生のこと聞き回ってたんすね。だったらそう言ってくれりゃよかったのに。言えなかったんだよ。お前らの悲しむ顔を見たくなかったから。マジな話、誰に殺されたんすか？三越葉先生には世話になったし、やっぱ気になるんですけど。まだほとんど何も分かってない。そっちこそなんか思い当たることないか。多分三越葉が殺されたのはこの学校に来なくなった直後だ。え、そうだったんですか？
ニュースで言ってたよ。死体は死後2ヶ月くらいだって。ってことは学校へ来なくなった頃に殺された可能性が高いだろ。何マッツン、なんかミスケンの奴らみたいじゃん。八神さん、沢からはなんか話聞けたんすか？いや、昨日はちょっと邪魔が入ったもんでさ、沢先生とはほとんど話せなかった。あの、俺本当に三越場先生が殺されたこと悔しいんです。だから何か分かったら教えてもらえません？それは約束できないけど、お前がまともなこと言ってるの初めて見たよ。松井です。ああ、私にもよかったら教えてほしいです。三越場先生には嫌な思いもしたけど、殺されるなんて、なんか自分でもどう感じているのか整理できないんです。わかった。それじゃあ失礼します。八神です。あの、はい。あの、これは。あの、
あの、はい。なんだと？あの、いえ、あの、
おい。 おい。あ？
なあ、なるほど。あ？あの、マジかよ。
天沢、いえ、そういえば、ええ、実は。沢先生、学校に来るなとは言いません。私にそんな権限はないですから。でも、もう構わないでください。昨日はあれから何か。お願いします、二度も同じことを言わせないでください。
もしもし、つくも？俺だけど、偉人町で三越場の死体が見つかった現場ってわかる？ええ、もちろんすぐに。八神氏が今から向かうのですか？そのつもり。なるほど。ただ死体が見つかって何日も経ってます。現場へ行ってもめぼしい証拠はもう警察が持ち出してるかと。かもね。でも見ておきたいんだよ。無駄足かどうかは後で考えるよ。まさに探偵の鏡ですな。勉強になります。見つけました。死体の発見現場は桜川沿いですね。小さな公園脇に廃ビルがあります。死体はそのビルの2階で見つかりました。1階部分は潰れた用品店なんかが並んでいます。了解、ありがとな。いい加減にしろよ。
これは。こんちは。誰もいないっすよね。お邪魔しますよ。死体があった場所は何か跡が残ってればいいんだけど。
おい、今のこと誰だ。何してるお前。いや、署に連絡、応援呼べ。あ、ちょっと待った。待ってもらえません。手挙げて後ろ向け。誰だお前、ここで何してた。八神孝行、八神探偵事務所。ええ、神室町で。お前、昨日清涼高校にいたな。そっちも俺らを見たはずだ。そうでしたっけ。よろしくな。神奈川県警一課の渡辺だ。こっちの若いのは桜井。どうも。で、何考えてんだよ。勝手に現場入り込みやがって。いや、ここは皆さんもう調べ終わってるんだろうなと思って、つい。ふん、何か。お前さ、源田法律事務所の依頼で動いてねえか。ん？城崎先生に頼まれたんだろう。城崎沙織、あのすんげえ不愛想な。なんでそれを。神輿場の死体が出てすぐのことだ。捜査を始めたら、どうも東京で裁判中の痴漢が仏のことを知ってたっつうじゃねえか。おまけに現役の警官らしい。じゃあそいつに話を聞こうってわざわざ出向いたら、そりゃならんと警視庁からストップをかけられた。でやむなく俺らはその痴漢を弁護してた城崎先生に話を聞きに行ったんだよ。源田法律事務所は神室町にある。そしてお前は同じ事件でわざわざ神室町から出張ってきたって探偵だ。つまりお前と城崎先生はつながっているだよな。さすが刑事さん。じゃあ俺の素性も知れたし、もう手錠はいらなくないっすか。そりゃこっちで判断する。そんなことよりお前よ、さっきの俺の話どう思う。何がです。なんで俺らが江原と話すのにストップかけられんだって話だ。江原は2ヶ月腐ってた仏を前から知ってたって重要参考人じゃねえか。そこに触れてくれるなってのは、いくら警視庁様でもわがままが過ぎる。警視庁としては身内の江原をかばいたいってことですかね。だから県警の皆さんには会わせられなかった。残念だったな。やつらは江原をかばいたいわけじゃねえ。今時組織が部下の不始末かばや、かえって大やけどしちまう。ただ今回その部下は痴漢のみならず、殺しにまで何か絡んでた。そんなのをまるっとよその県警にあげられちゃ、警視庁のメンツは丸つぶれ、幹部の一人や二人切腹もんだ。せめててめんとこでケツ吹かなきゃ格好がつかねえ。なるほど、そういうもんですか。だから警視庁はうちに、江原は東京の刑事に調べさせる、ついては神輿場殺しの情報を全部よこせと、こう言ってきてんだよ。そんなもんこっちだって飲めるわけがねえ。おかげで殺しの件じゃまだ誰も江原を尋問できてない。うちも警視庁もだ。要するに手柄の取り合いってこと。警視庁と神奈川県警で。あんたらまだそんなことやってんの。ああ、情報を出し渋って足の引っ張り合いだよ。
上同士折り合いがつくまで俺らは江原に触れない。ったく、星に向かって突っ走るのがデカの仕事だろうによ。こんなお預け食ってりゃ探偵に八つ当たりもするわな。八つ当たりだったんですね。これから署にご同行を願ってこってり絞ってやる。が、お前が使える探偵なら協力しやるかもな。え？わざわざカムロ町から来て。そこら嗅ぎ回ってたんだろ。三越場殺しで何かネタ掴んでねえのか。それによっちゃ手錠を外してやってもいい。取引ってことですか。お前がいい情報を持ってればな。これなんてどうですかね。お前これ三越場ヒロ。場所はここだ。殺される直前か。どこで手に入れた。おい、どういうことなんだ。手錠かけられたままじゃ話しづらいな思ったよりは使えそうだな。